極真館茨城ブランチ YouTube ニュースダッペ It's not 茨城 It's 茨城去る2010年12月19日埼玉県川口市戸塚スポーツセンターにおいて第2回冬季キューポラ杯空手道選手権大会が開催されました。今回の極真館茨城県支部 YouTube ニュースではこの大会で準優勝になった岡村博樹選手の全試合をお届けします。
しいぞ。下段下段、いやまだ終わってねえからな。落ち着いてな、体を上げろよ、落ち着けよ、落ち着いて、ヒロキ落ち着けよ、まだ負けてねえぞ、ヒロ落ち着け、内股だ内股。どんな大きな選手にもくじけずに本当によく戦いました。技ありを取られても気持ちで負けずに取り返す心の成長が何より嬉しかったです。たった一人でいろんな大会に出場した経験が心を強くしたのだと思います。ヒロキ、準優勝本当におめでとう。